こんにちは、ヨッシーです。今日は車を走らせて、亀岡にやってまいりました。いやー、走ってる時ね、もう田んぼしかありませんでした。でね、もう田んぼの中を軽トラが、白い軽トラがこうシューって走るんですけど、もう風情のある雰囲気でした。風情のあるで一瞬固まりましたね。風情のあるなんやろうと思って。多分ここら辺にね、ハスの花がいっぱい咲いてるって言って書いてあったんで向かいます。いやでも湿度高いですけど、なんか風が吹いてるんで全然大丈夫な感じですね。お、びっくりした。セミが横でブンって飛びました。こんな感じの池です。ハスの花が咲いてるとこまで向かいます。いや風気持ちいいな。いやでも田舎は本当最高ですね。もう日本の夏の良さが感じられます。私これ撮り終わったらあとまた梅田とかちょっと都会の方に戻るんですけど、アジサイですね。アジサイ咲いてますね。すごい。います。ビュン、アジサイです。おー、アジサイがいっぱい咲いてますね。全部アジサイや。よいしょ。見てください、パラグライダー飛んでます。うわすごいな。いやもう動画でこのね匂いもね伝わったらいいんですけど、田舎のこの自然の匂いですよね。本当に最高です。出雲大神宮って書かれてる。なんかあるのかな。本当田舎の自然って広大ですよね。どうも景色がもうパーンと開けてるんで、もう運転してても歩いてても気分がいいです。バイクでね来るのも多分気持ちいいでしょうね。今日はもう車で快適に来ました。わ、すごい、全部ハスの花や。ちょっと近づいて映しますね。ロードパーク水鳥の町、全部ハスの花がね池一面に咲いてます。うわ、超望遠持ってくるべきやった。ちょっとね寄りで映せたかったですね。信号待ちです。行きます。はい、ここですね。壁からの全部
ハスの花です。いや、すごいな、圧巻やな。限界まで寄ってます。もう辺り一面ハスばっかりです。いや、ほんと綺麗ですよね。めっちゃ癒されます。なんか向こうにおじいちゃんとおばあちゃんが眺めてますね。ああ、本当田舎の風景は落ち着くわ。さっきあのパラグライダーがここら辺で飛んでました。いや、でももうこんだけの辺り一面なんかもうハスのね、ハスが咲いてるってすごいですよね。本当だいぶ近いところから撮ってます。よいしょ。あ、ちょっとごめんなさい、あの手ぶれがすごかったですね。いや、皆さんにあのハスの映像をお届けします。こんな感じです。つぼみのやつもあったり、しっかり花開いてるやつもあります。虫の鳴き声とセミの鳴き声と咲き乱れるハスです。私頑張って撮っております。笑うとちょっと手ぶれしてしまうんで。よいしょ。水鳥の道って書いてます。水鳥の道、平野沢池の親しみやすさ、そしてそこに息づく動植物との触れ合いをテーマにした自然に優しい道路が水鳥の道。水鳥と触れ合うってなってますね。すごい。そうか、自然と調和するように考えられてるんですね。いや、最高です。こういうウッドデッキがねあるんですよね。ちょっと降ります。いや、私こういう感じすごい好きです。なんか自然とね、やっぱ調和した感じのウッドデッキがあって、まあ、でもこっちの方にはハスの花は咲いてないんですけど、すごい広大です。鳥の鳴き声もね、聞こえてくるんで、ほんと癒しスポットですね。水鳥の道歩きます。いや、ほんと匂いが最高なんですよ。すごいいい匂いするんですよね。これハスの花の匂いなのかな。いや、むちゃむちゃいい匂いです。都会と田舎でのなんか一番の違いって、やっぱ空気が全然違いますよね。もうほんと、もう田舎と都会往来するんで、やっぱりもう空気が全然違うなってね、思いますね。ほんと空気が綺麗です。あと匂いも最高。ちょっと明るくなってきた。ハスの花がね、生えてるところですね。何気ないけど美しい、こういうね、日本の風景を皆さんとたくさん、共有できたらいいなと思ってます。本当今の時期はテレビのニュースとかでもね、本当衝撃的な
私じゃないですね衝撃的なあの、ね、ニュースとかで、多分心がしんどい人とかも多いと思うんでね、もうなるべく私のチャンネルではちょっと気持ちが軽くなるような、まあ、そういう映像をねなるべくいっぱい今後もねアップしていこうと思ってます。ご視聴ありがとうございました。